はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、ディズニーモータースドリームクラシックミッキーマウス90周年セットです。はい、しっかり見ていきます。このセットはディズニーモータースのドリームスタークラシックミッキーマウス90周年のミッキーとミニーだね。まずはこのミッキーの方から見ていきます。はい、1台目はドリームスタークラシックミッキーマウスバージョンです。ボディカラーがブラックとホワイトのモノクロですごく可愛いね。で、フロントはこんな感じだね。ナンバープレートのところはミッキーってプリントされてます。で、こういうグリルのところの作り込みもすごく綺麗だね。で、ボンネットのところがミッキーマウスのバージョンはミッキーのデザインになってるね。これはモノクロの映画をイメージしたのかな。で、ルーフの部分はミッキーの顔がデザインされてるね。で、横から見るとこんな感じだね。90周年のロゴがプリントされてます。 90 years of magic ってプリントされてるね。で、こういうところのデザインもすごく可愛くなってるね。で、後ろの方はこんな感じだね。ナンバープレートにまたミッキーってプリントされてて、テールランプのところはミッキーのランプだね。かわいいね。運転席側の側面はこんな感じだね。助手席側と同じデザインになってます。で、上から見るとこんな感じだね。ここの部分にもプリントされてるね。で、ここの後ろの部分が、これはちょっとトランクをイメージしたのかな、宝箱かな。シルバーの塗装になってます。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、タイヤの側面はゴールドで塗装されてるね。で、ホイールはブラックになってます。で、あとギミックはこのルーフの部分が外れてオープンカーの仕様になります。中のデザインはこんな感じだね。こうやってルーフがついてる方が今回の場合はデザインにまとまりがあっていいね。で、裏の方はドリームスタークラシック2014年の写真になってます。で、2台目はドリームスタークラシックのミニバージョンだね。正面の方から見るとこのナンバープレートのところがミニって書いてあるね。で、基本的な形のデザインは同じで、ボンネットのところがミニーのデザインになってます。で、ルーフのところはミニーの顔だね。ここにミニーのリボンなのかな。横から見るとこんな感じだね。90周年のロゴがプリントされてます。で、後ろの方は、後ろの方のデザインもナンバープレートの違いかな。その他テールランプの方は同じになってます。で、運転席側はこんな感じだね。で、上から見るとこの辺の形のデザインとかも同じになってます。で、ギミック系も一緒だね。タイヤのサスペンションとルーフの開閉だね。室内のデザインも同じになってるね。箱の方は正面のパッケージにドリームスタークラシックの写真だね。で、ここに販売店特別仕様って書いてあって、この部分には90周年のロゴがプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。ディズニーのライセンス商品だね。はい、今日はディズニーモータースドリームクラシックミッキーマウス90周年ミッキー&ミニーを紹介しました。で、今回のセットはドリームスタークラシックだからすごく人気のある車種だね。で、その人気のある車種がモノクロになるっていうのも結構これもかっこよかったね。で、今回のこのモデルの場合はモノクロになってるので、インテリアの一部で飾ってても可愛いと思います。ミッキーとミニーのファンにとったら嬉しい商品だね。で、今回のこのモデルは販売店特別仕様で書店限定になります。で、私はオンラインショップのオムニセブンっていうところで購入したけど、一般の書店で通常は販売してるトミカだね。だけど90周年の特別仕様っていうだけあってちょっと人気があるので、書店とかでは予約しないと買えないかもしれないです。
で今年はミッキーマウス90周年ということで、いろんな90周年トミカが出てくるね。で今予約受付しているところだと、ミッキーマウス90周年のディズニーモーター3台セットっていうのも予約受付されてるね。そちらの方はオンラインショップのオムニセブンをチェックしてみてください。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。